さんこんにちは。またまたこのアサルトキングダムシリーズがやってまいりました。ということでね、今日ご紹介するのはこのグフカスタムでございます。グフといえばね、あのランバラルで、ね、有名なグフでございますね。ザクとは違うのだよ、ザクとはね、名ゼリフがありましたけども、そのグフの、ね、カスタムということで、出ております。裏面にね、まあ、こんな形でかっこよく、まあ、仕上がりの状態が書いてます。この、ね、アサルトキングダムシリーズね、いろいろ出てますんで、こうやってね、まあ、ジオラマチックに合体するとね、まあ、こんな感じにいろいろできたりもしますということです。ではね、早速この、ね、グフカスタムオープンザバックス。はい、じゃあね、早速開けていきたいと思います。ね、中にはもう完成品が入ってますね。あとはまあ腕とか、まあ、踏みつけるだけということでございます。それから中にね、これ今組み立て図が書いてあるんで、このね、箱をこう開けるとね、ペラッペン、よいしょよいしょ、結構硬いな今回、よいしょよいしょ、こんな感じでね、組み立て図が書かれております。はい、まあいろいろ台座の連結とか、台座の連結とかが書かれてるんですね。まあということでね、早速組み立ててみたいと思います。とその前に、美味しいガムは入ってますんでね、これ捨てないで食べてください。私はね、銀歯が外れちゃうんで食べれないんでね、食べれる方食べてくださいね。ということでね、これね、早速じゃあ組み立てていってみましょう。完成しました。はい、ということでこんな感じでね、すっげーね、でっかいガトリング銃とね、ここにね、すっごい、まあデカナイフというか刀ですかね、持ってます。はい、じゃあ早速これね、アップで見てみたいと思います。はい、もうね、完全にグフですよね。カスタムということでね、カスタマイズされてます。このね、でっかいガトリング銃ね、重厚感がありますね。結構ね、この弾薬のね、入れるとこなんかもね、スロットなんかもリアルに結構ディテールがね、再現されております。こっちの手にはね、でかいナイフというのか、ソードというのかね、持ってます。足はね、こんな感じですね。で、後ろはどうなってるかというと、まあ後ろはね、至ってまあシンプルな作りになっております。まあパイプ系とかね、配管もまあ結構まあディテールしっかりしてるんじゃないでしょうか。ということで、まあ通常のグフと比べると、まあカスタムということでね、色もちょっとこう水色っぽいし、まあお腹のとこもね、特に色分けはされてません。はい、ということでね、このアサルトねシリーズ、結構ねかっこいいやつがいっぱい出てきました。はい、こんな感じで今回ご紹介したのはグフカスタムでございました。興味ある方ね、ガンダム好きな方、まあスーパーとかで売ってますね、買ってみてはいかがでしょうか。それじゃあまた。